皆さんこんにちは。こちらはソニー TAF333ESX です。発売は昭和61年、当時の値段は79,800円でした。ナナキュッパ戦争が始まった頃の商品です。この価格ではありえない物量が投入されています。このモデルの主なスペックは次の通りです。定格出力は8オームで 105W、 4オームで 140W です。負荷の影響に関係するダンピングファクターは100です。前回はこのアンプをオーバーホールする様子をご覧いただきました。外観も中身もしっかりした内容のアンプですが、果たして性能はどうなのでしょう。今回はこのアンプの測定結果と実際の音をご紹介します。今回は測定中にヒューズが飛んでしまいました。パワートランジスタが怪しいので外して検査します。短絡していますね。壊れています。幸いなことに同じものが手に入りますので、これと交換していきます。どうしてここだけ壊れたのでしょう。念のため周りの部品をチェックしましたが、異常はありませんでした。また壊れるかもしれないので、電流を見ながら徐々に電圧を上げていきます。無事に起動できました。異常な発熱がないかチェックしていきます。問題ないようですので測定を再開します。それでは測定結果を見ていきます。まずは音色を決定づける周波数特性です。1W から定格まで見事にフラットです。ということはこのアンプには音色がありません。高域が定格までフラットですので、過渡応答も完璧です。歪みを見ていきます。線が下にあるほど高性能です。オレンジの線が今回のアンプです。これはトップクラスの性能です。他のアンプと合わせてみた感じからすると、このあたりがアナログアンプの限界のようです。ダイナミックレンジと直線性を見ていきます。斜めの線は理想直線です。1W で 110dB 超えていますから、十分すぎる性能です。ダンピングファクターを見ていきます。だいたい60です。カタログスペックが100でしたから、ちょっと低いですね。ダンピングファクターが低いと、スピーカーをつないだときに音が変わります。490名の方に参加していただいた視聴結果からすると、これはギリギリ聞き分け可能な数字です。これについてはこの後の視聴で検証していきます。アンプの価値を決めるボリュームの性能を見ていきます。ここは 4% 以内に抑えたいところですが、マイナス 30dB から下が悪いですね。ここは普段よく使う部分です。摩耗粉がたくさん見えましたから寿命かもしれません。このままでも普通に音が出ますが、ボリュームの精度は正確なステレオイメージを再現するために重要です。
交換できるといいのですが、中間端子のついた特注品のために部品が手に入りません。幸いなことに、このアンプにはマイナス 20dB のミューティングスイッチがついています。これを入れると音が小さくなって、30から上のところを普段使う形にできます。こちらはフォノ入力のノイズレベルです。ゲインの高い MC 入力のノイズが MM と同レベルです。素晴らしい性能です。このアンプの MC 入力は2系統あります。オルトフォンのようなインピーダンスの低いカートリッジの性能を十分引き出すことができるでしょう。このアンプの音を聞いてみましょう。今からお聞きいただくのは次の音です。A の原音は音楽ソースそのものです。B と C は同じ音楽ソースをアンプに入れて、スピーカー端子の電圧を録音したものです。B と C の違いはスピーカーと抵抗負荷の違いです。今回はダンピングファクターが低いので、両者に違いが出る可能性があります。C はアンプの上にスピーカーを重ねました。能率が高いので 1W でもかなりの音量です。最初に A、B、C それぞれの音をお聞きいただいて問題に続きます。問題ではこの3つをランダムに切り替えています。抵抗負荷とスピーカー負荷で音が変わるのか、ソニーにはソニーの音があるのか。それではじっくりお聞きください。
いかがでしたでしょう。スピーカーを通した音、ソニーの音の違いについて分かった方が見えましたらコメント欄でお聞かせください。外観も中身もしっかりした内容のアンプです。イコライザー回路にも力が入っています。これが当時7キュッパで売られていたとは驚きです。このアンプが登場したのは今から36年前ですが、きちんとメンテナンスすれば元の性能を復元できます。ソニーの333はオーディオ黄金期の魅力を伝えてくれる素晴らしい製品の一つだと思います。ご視聴ありがとうございました。